どうもピン芸人のヒロ奥村です。はい、占い師の大石です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ先生、めっきり寒くなりました。はい、私今日上着着ております。羽織っております。もうね、シャツ1枚じゃちょっときついというですよね、はい、中にちゃんと新聞紙入れとかないと暖かくないですよ。いやいや先生、外にやる方が暖かいんですよ。さあそれではね、今日もよろしくお願いいたします。さあ、本日はこちら、知らない間に運を壊していませんか、2022年10月の開運行動です。はい、解は解でもですね、開く方ではなくて破壊の解ですので、壊す方ですね、そう、運を壊すような行動を発表してそれを避けようではないかというコーナーでございます。はい、で毎月毎月その NG 行動があるわけなんですけれども、10月はですね、鉄砲玉は NG というふうになっておりまして、ほう、鉄砲玉、鉄砲玉、まあ要は行ったっきり帰ってこないというね。なるほど。まあいい方の表現で言えば、こう後ろを振り向かないとか、うん、過去を、ね、振り返らないとか、そういうふうになるかもしれませんが、うんうんうん、今回 NG ですので、はい、もうとにかくその前へ前へというその思考とか上昇思考とかで進むことしか考えないというのが NG ですよということで、まあ、よくちゃんと振り返りましょうとか、後始末しましょうとか、うんうんうん、少し後ろを顧みるのが良いよということになっております。なるほど、慎重に慎重にってことですね。そうですね、やってこうやりっぱなしでね、うん、ほら上昇思考とか言うといいことみたいだけど、うん、周りに迷惑かけまくって自分だけ上上みたいないるじゃないですか。ありますね。そういうのダメだよということで、周りとの調和も心がけなければいけないし、うん、やったことの責任とか後始末もちゃんと考えなきゃいけないよということで、はいはい、ひっくるめまして鉄砲玉が NG となっております。はい、10月はもうね、自分のことだけ考えてまっすぐ進むのではなく、はい、周りとの調和を考えてちょっと進んだらちゃんと大丈夫かなって確認しながら、ちょっと後ろ振り向きつつ進むみたいな感じで言っていただきたいなと。はい、いいですね。はい、僕は性格的に非常にそれなので。そうですよね、大丈夫だと思います。気配りの奥村といえばですねいや、ビビリの奥村なんで、自分が本当こう合ってる俺っていうのがすごく細かく細かく一歩ずつ確認して全然進まないんですけど。いや、なんか裁判官に向いてる性格ですね。あら、間違いがないか、自分の判断がこれで本当にいいのかと常に自問自答しながら進むという。あら、ちょっと今から司法試験行くと僕40超えると思いますけど。いや、大丈夫ですよ。あれ定年あるか、ありましたっけ、わかんない、全然興味ないからわかんないけど一回喋りまして、僕は知り合いに裁判官の、そうだそうだ、はい、飲んだ話がありましたよね。そうそうそう、裁判官の友達とができたので、はいはい、ちょっと今からでもなんとかならへんかっていう相談をコネで突っ込んでもらえなかった一番そのない業界っぽいですけども、ね、皆さんもね、10月は慎重に、物事を進めていってください。先生、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまた明日もご覧ください。また明日、はい、また明日。